我が国は東アジア地域の一員として各国との絆を深めていく強い決意を持っているということでありますその ASEAN アアとの交流は首脳間の会議だけではなく青年レベルでも盛んですすがすがしい秋の空気に包まれた日本へようこそ心から歓迎をいたしますこの日のの日官邸の訪問者彼らは 日本とアセアン加盟国が毎年共同で実施している。東南アジア青年の船に乗り込む各国の代表者三十三名です。三十九回目となる今年の船出を前に。野田総理を表敬訪問しました。日本とアセアンは。かけがえのない友人同士です。来年は日本と。アセアンとの交流。四十周年を迎えます。東南アジア青年の船も。 そうした息の長い交流事業の一つであり多くの若者たちが国境を越えた友情を育み信頼の輪を広げてきましたこの事業が始まった昭和49年以降延べ1万人を超える青年が参加しています実は野田内閣の長浜環境大臣もその一人今年は日本から40名 This is a very rare opportunity to meet the future leaders of the region, to discover their passion and advocacies, and to nurture a lifelong friendship. This year, the 39th batch is very thrilled to embark on this once-in-a-lifetime experience that will change our lives forever. 青年らを乗せ横浜を出港する船は今回、ベトナムののホーチミンンタイのバンコクなどを訪問途中、船内ではディスカッションや各国の伝統に触れる文化活動そして降り立った国では各国の首脳たちへの表敬訪問や体験学習ホームステイなどを行い43日間の旅を共に過ごします。 この貴重な機会はアジアの多様な社会や文化に触れ、お互いに友好と理解を深める場となることでしょう。ぜひともこの経験をもとにして、将来皆さんが日本と ASEAN の友情の架け橋となり、地域をつなぐ先頭に立っていただけることを確信をして、私の挨拶といたします。